はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のおつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のおつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2025年、介護福祉試験対策のテキストの6回目となります。今日はですね、利用者の人権と介護と虐待防止についてやっていきたいと思います。介護福祉試験、試験対策の6です。利用者の人権、介護、虐待防止について今日やっていきたいと思います。1番です。利用者の権利、人権と介護福祉職の姿勢を答えましょう、えー。利用者についての理解についてどうでしょうか はい、えー、利用者の権利と人権を認めることが必要ですね。そして利用者は介護を必要としていますが、えー、権利と人権をもっ個人という把握、理解がですね、重要となります。そして利用者はしたいことができる自由があり、されたくないことをされない自由があるということですね。こういった利用者についての理解が、まずは重要となります。 2番です。介護福祉職の姿勢について答えましょう。えー、利用者のことを平等に、無条件に尊重する。そとですね。そして、社会的地位や人種、性別、障害、政治的な意見などの理由で差別をしないということですね。もう、当たり前のことなんですけれども、えー、まあ、平等にまずは、当たり前ですが、使う。そして、無条件に尊重する。 社会的な地位とか人種とか性別とか障害とか、えー、政治的な意見などの理由で差別はしないということですね。3番です。利用者は生活に課題を抱え様々な思いを持っています。それに対して介護福祉職は何をするでしょうか利用者の人権を擁護しなければならないということですね。 えー、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁していくことが重要となります。えー、ここもですね、まあ、あの、ちょっと難しい言葉を使っていますが、まあ,あの、シンプルです。全権を擁護して、えー、暮らしを支えると,ところからですね、利用者の本当のニーズを受け止めて、それを代弁していくということがだ、まあ、重要ということですね。4番です。 プライバシーの保護として、どんな対策が必要でしょうか三つ答えましょう。はい、えー、ちょっと表にしておりますが、まず一つ目ですね。利用者の個人情報を適切かつ安全に管理するため、外部からの不正アクセスや不正使用、漏洩などを予防する対策が必要となります。まあ、今ですね、まあ、プライバシーの保護ですね、かなりね、えー、社会的にも重要視されていますのでね、えー、まあ、支援、 社者の側は、えー、利用者さんの個人情報をやっぱり扱いますんでね、えー、その管理ですね、それが非常に重要となります。そして二つ目ですね、えー、利用者の個人情報を第三者へ提供する場合は、その利用者の同意が必要となります。まあ、あの、いろんなね、えー、多機関と関わり合うことになります。先ほどというか、前にもね、テキストで出しました多職種連携というのも多くなってきてますんでね、 利用者の個人情報を第三者へ提供とか共有することも多くなりますんでね。ただしその場合は利用者の同意ですね。これが必ず必要となります。三つ目ですが、利用者から保有する個人データの開示を求められた場合、開示の手続きによって開示ができます。利用者や第三者などの権利を害する場合は、 開示、配置まあ、全部または一部しないこともできるとあります。えー、まあ利用者さんの個人データというのは、やはりケース記録とかですね、そういった、まあえー、会議録とかですね、そういうのでこう保有はするんですが、えー、利用者さん本人からそのデータの開、ね、示を求められた場合は、えー、手続きによって開示をしなければいけないということですね。ただし、その利用者さん本人や、えー、第三者などの権利を害する場合は、 ま、開示しないこともできるということですね。このあたりもちょっとね、押さえておいてください。5番です。愛国士に求められる態度を3つ答えましょう。はい、えー、まず1つ目が利用者の立場に立った支援。2つ目が、位置を引き出そうとする姿勢。3つ目が、数多くの選択肢を持ちながら、本人の位置を尊重する姿勢ですね。 えもう全部、どれも、あのー、当たり前に重要なんですけれども、あ,あの、利用者の立場ですね。利用者さんの立場に立つこと。そして、えー、思いとかですね。えー、利用者さんの考えとか、そういった位置を引き出そうとする姿勢が重要。そして、えー、数多くの選択肢を持ちながらなんですね。えー、この支援策はこの一つしかありませんよという立場、対応ではなくてですね、いくつかの まあ、支援の選択肢を持って、本人の思いですねえ。じゃあこれを選びますとか、こういう支援を受けたいと思いますというね、その意義を尊重する姿勢が重要となります。6番です。2005年、平成17年、高齢者の権利擁護を目的とした、何という法律が成立したでしょうか 高齢者虐待の防止、高齢者に対する支援等に関する法律ですね。まあ、これがいわゆる高齢者虐待防止法といいます。えー、高齢者の権利を、権利擁護を目的としたものですね。これが2005年、平成17年の成立となります。7番です。虐待にあたる行為の定義について見ていきたいと思います。 はい、えー、ちょっとですね、あの、ボリュームが多いんで、えー、表にしております。見ていきますね。まずですね、えー、見える虐待と見えない虐待っていうのが、まあ、大きく分けて2つあるんですね。えー、見える虐待の方は、えー、身体的虐待は、まあ、見える虐待となります。内容ですが、暴力行為などで、体にあざや痛みを加えるといったもの。 えー、外部との接触を意図的に継続的に遮断するといったことですね。具体例としては、叩いたりつねったりとか、無理やり食事を口に入れたりとか、えー、身体拘束ですね。まあ、動きを、まあ、動かないようにするとか、閉じ込めるとかですね。あと抑制とかですね。そういったことが、まあ、具体例となります。これが、えー、身体的虐待といって見える虐待ですね、えー。続いて見えない虐待について見ていきますね。 えまず上から、介護、世話の放棄、放任、レ・ネグレクトと言われるものですが、えー、内容は、介護や生活の世話を放棄、または放任し、生活環境や心身の状態を悪化させているということですね。具体例として、水分や食事を十分に与えないとか、必要とするサービスを相当の理由がなく制限するということ。 え続いて、心理的虐待ですね。これは、脅しや屈辱などの言動や、威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的な苦痛を与えるということですね。具体例として、怒鳴るとか、罵るとか、内説などの失敗を象徴、嘲笑し、えー、人前で話して恥をかかせるとかですね。こういったことが、心理的虐待と言われています。 え続いて性的虐待ですねえ。内容は、わいせつな行為をすることとか、またはさせることですね。具体例としては、正規への接触とか、セックスの強要とかですね。こういったことが性的虐待にあたります。最後ですね、え経済的虐待です。合意なしに財産や金銭を勝手に使用する。とか、希望する金銭の使用を理由なく制限する。 そうですね、えー。具体例として、年金とか、預貯金の搾取。まあ、あの、勝手に取るとかね、そういうことですね。で必要な金銭を渡さないとかですね。えー、その人のお金なのに、管理はまあ別の人とか、えー、他のう家族がして、えー、全然必要なお金を渡してくれないとかですね。こういったことが経済的虐待となります。まあ、あの、虐待にあたるものはね、かなり試験でも重要なんでね、覚えておいてください。えー、身体的虐待、えー、介護の方、 最後の放棄とか世話の放棄放任これネグレクトと言います。そして心理的虐待、性的虐待、経済的虐待ですね。この5つですね。必ず覚えておいてくださいね。はい、8番です。高齢者虐待防止法には虐待防止措置としてどんなことが盛り込まれているでしょうか虐待を受けた高齢者の対応、え保護措置だけでなく、擁護者、 要介護施設従事者の対応ですね。負担の軽減も盛り込まれているということになります。えー、これちょっとね、難しいかもしれないんですが、虐待を受けた高齢者の対応ですね。えー、まあ、虐待を受けた方の、まあ、保護とか、えー、まあ、措置ですね。えー、そういったことはまあもちろんなんですが、その、高齢者の養護者ですね。家族になります。養っている家族とか、 え、要介護施設従事者なんで、まあ、あの、老人ホームとかですね、えー、老健とかですね、そういった施設の従事者への対応ですね。負担があって、何かしらの理由があって、虐待をしま、してしまったのではないかということも考えられますんでね、その負担の軽減などについても盛り込まれているということになります。9番です。虐待を受けている高齢者を発見した人は、 どこへ通報する義務があるでしょうか市町村。なんですね。これシンプルですね、えー。虐待を受けている高齢者を発見した場合は、市町村へ通報する義務があります。10番です。虐待により生命、身体に危険が生じている恐れがあるときは、市町村長は何ができるでしょうか高齢者の 遺書ですね。まあ、いるところですね。以上を立ち入り調査することが市町村長はできます。11番です、えー。上記の場合、市町村長は必要に応じてどこに支援を求めることができるでしょうか所管の警察署長に支援を求めることができるんですね。これも覚えておいてください。えーまあ、あの市町村長は、えー、高齢者の居所を立ち入り調査することができるんですが、 えー、所管の警察署長に必要に応じて支援を求めることもできるということですね。12番です。町村または市町村長は必要に応じ虐待を受けている高齢者をどうすることができるでしょうか施設入所などの保護措置を実施することができるということになります。まあ、あの、家でですね、虐待を受けていて、 あのまあ、あの保護者というかこう、他の家族であったりとかから虐待を受けている高齢者が発見された場合は、まあ、あの必要であればですね、えー、その家から話すということで、施設入所などの保護措置を実施することができるということになります。13番です。2011年、平成23年、障害者の権利擁護を目的とした何という法律が成立したでしょうか。ここからですね。 ちょっと障害者のことになります。はい、えー、障害者虐待防止法ですね、えー。これが障害者の権利擁護を目的とした法律で、2011年、平成23年の成立となります。14番です。上記の法律は虐待を受けた障害者への対応だけでなく、何に対応することで虐待防止措置を行っているでしょうか ?3 つ答えましょう。 はい。一つが、養護者ですね。まあ、あの、養っている方、まあ、大体ご家族となります。養護者と、障害者、不、うん、施設従事者とですね、えー、障害者が普段、まあ、暮らしたり、通所したりしている、施設の従業員とですね。そして、えー、使用者となります。使用者というのは、えー、障害の方が、えー、就労しているところの、まあ、あの、会社、あの、会社の社長とかですね、 そういった作業所の長とかですね。そういった方が使用者となります。この擁護者、障害者福祉、施設従事者等々、使用者という、この3つにもですね、えー、対応しているのが虐待防止措置となります。15番です。虐待を受けている障害者を発見した人は、どんな義務があるでしょうか市町村への通報義務ですね。これは、あの、高齢者と同じですね。 えー、障害者でね、虐待を受けている方を発見した人は、市町村への通報義務があるということですね。16番です。市町村、または市町村長は、必要に応じ、何を実施するでしょうか。施設入所などの保護措置を実施するとなります。17番です。養護者による虐待では、虐待を行っている人物の 多い順に4つ答えましょう。まあ、あの、家族ですね。家族による虐待で、多い順ですね。虐待を行っている方の多い順。はい、えー、父。父が一番多いんですね。ついで母。そして兄弟。そして夫となります。こんな順でですね。えー、虐待をしている方は、養護者の中では多いということですね。18番です。養護者による虐待では、 非虐待者の障害種別で多い順に3つ答えましょう。はい、これはですね、知的障害、そして精神障害、身体障害となります。非虐待者というのは、えー、虐待を受けている方ですね。虐待を受けている方の障害種別で多いのは、一番多いのは知的障害の方。で、2番目が精神障害の方。で、3番目が身体障害の方となります。19番です。 障害者、福祉施設従事者等による障害者虐待では、虐待を行っている人を多い順に4つ答えましょう。はい、えー、生活支援員が一番多いです。まあ、生活支援員というのは、まあ、施設等でですね、障害者に一番、まあ、触れ合う、触れ合う機会とかですね、支援する機会が多い方が、まあ、やはり一番多いとなります。ついで、管理者。 ですね。えーまあ、管理する方ですね。施設長であったりとか、理事長であったり、そういった方ですね。三3番目が、サービス管理責任者、えー。サービスの管理をする、まあ、あの、中間管理職みたいな方となります。 そして、世話人となりますね。世話人というのは、障害者のグループホームなどでお世話をしている方ですね。夜間などもまあ常駐していることが多い、割と高齢者の方が多いイメージがありますが、そういった順になります。まあ、特筆すべきは、生活支援がまあ多いというのはなんとなくわかるんですが、管理者とか、 サービス管理責任者という、ま、管理職の方がですね、2位3位に来ているっていうのがなかなかね、えー、難しいところかなと思います。20番です。上記の虐待で、非虐待者の障害種別で多い順に4つ答えましょう。えー、障害者施設のですねで、えー、虐待を受けている方の障害種別ですね。えー、1位が知的障害で、 えー、2番目に多いのが身体障害。3番目がし、えー、精神障害で、えー、最後4番目が発達障害となります。ここでもですね、一番虐待を受けているのは知的障害ということですね。えー、続いて、介護に携わる人が持つべき職業倫理を簡単に、えー、行きたいと思います、えー。21番です。介護福祉の基本的な姿勢を述べているのは何でしょうかはい、日本介護福祉会。 倫理考慮ですね、えー。ここにですね、介護福祉の基本的な姿勢が述べられております。22番です。日本介護福祉会倫理考慮をより具体的な報道指針として示すものは何でしょうか日本介護福祉会倫理。<laughs> となります。これを行動規範と言いますね。ここまで押さえておいてください。えー、日本海国司会倫理考領というのが、まあ、海国司の基本的な姿勢を述べているものなんですけれども、えー、プラスですね、倫理考領をより具体的な行動指針として示すものを、日本海国司会倫理基準といって、これを行動規範という、という。このこまでですね、行動規範まで押さえておいてくださいね。 はい、えー。今回ですね、介護福祉試験対策として、えー、利用者の人権、介護、虐待防止について、について解説をしています。えーまあ、人権とかですね、介護についてかなり重要なところですね。そして虐待防止はですね、ここ近年というか、もう,もう何年もですね、えー、テストには必ず出るところとなりますんでねで。出るポイントも大体決まってますんでね、今回の動画で上げているものは、あのー、すべてこう覚えるぐらいで、 いいかと思いますんでね。あの、ポイントをしっかり理解して、えー、覚えてください。はい、えー、聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、えー。何度も何度も聞いて覚えてください。うん、聞き流し、ながら聞きで大丈夫なんでね。生活の隙間時間や空いた時間、通勤、通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、うんえー。コツコツやることで必ず頭に入りますんでね。しっかり勉強してください。 はい、えー、介護福祉試験対策として、まだまだ、あ、テキストを上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。